よっ、どうも、キヨでーす。今回から、彼女は最後に、そう言った。こちらのゲームをやってくぜー。なんかね、これスマホのホラーゲームなんだけど、めちゃめちゃ評判がいいんだよね。まあ、どんなゲームか全くわかんないけど。よし、やってくぜ。よろしくー。ニューゲーム。どんな感じなんだろう。お、祭りの夜には、お面をつけて死者がこの世に戻ってくる。これは、僕の村に伝わる不思議な言い伝えだ。僕の村、松酔村は都心から3時間半かんかんかん、うん、もう絶対に今読んでる途中で噛むなって思ったら本当に感じた。都心から3時間半かかる3時間半かかる山奥にある。周りを高い山に囲まれていて、人口もそんなに多くない時代に取り残された田舎の村だ。村のシンボルは天狗。天狗は山から降りてきて死者の送り迎えをすると言われている。あ、そうなんだ。天狗って、え、そういうことなの？なんかさ、よくさ、お前なんか天狗になってんなーみたいな調子乗ってるやつに言うけどさ、お前死者の送り迎えしてんなーっていう意味絶対ちげえよな。これあくまで村の言い伝えなだけだよな、きっと。お前死者の送り迎えしてんなーって意味わかんねえもんな。そんな村だからこそ死者が戻ってくるなんていう言い伝えが未だに信仰されているのだろう。まあそうだよな。でも僕はそんな言い伝え全然信じちゃいなかった。もう俺もさすがに信じねえわ。そう、あんな手紙が僕のところに届くまでは。何何何何、ラブレターかなんだ、何の手紙。おいいね。あ、俺この感じ好きだ。うわ、このちょっとドット絵のなんかさ、昔のゲームみたいな感じのこの絵好き。本当にいいわこれな。久しぶりだなこの感じ。慎太郎、いつまで寝てるの？もう夕方よ。これ誰、彼女、お母さんかな。東京に出て学校に通ってる間に生活リズムがおかしくなっちゃってるんじゃない。そうそう、あんたに手紙が来てたわよ。珍しいこともあるもので。あ、もう早速手紙来てんだ。慎太郎、慎太郎、お前寝てばっかじゃねえか本当に。その手紙には消し印がなかった。何の変哲もない茶色の封筒に入った。それは中を見る前から少し不気味だった。封筒を開けると中にはノートの切れ端が1枚だけ入っていた。うわ、ちょっと待って、もうなんかもう若干鳥肌立ってんだけど。お祭りの夜、展望台で待ってます。ひゅー、お前慎太郎モテモテじゃねえかよ、もうこれだけ見ると。手紙にはそう書かれていた。そして差出人の名前を見て僕の背中が凍りついた。相良七海、きっと相良七海だなこれ。あ、そうだな、相良七海。嘘だ、そんなことあるわけない。だって七海は4年前に死んだのだから。うわ、超面白そうじゃん。もう、え、こういうさ展開なんか結構あったりするけど、もうこういう展開いいよね。もうちょっと超面白そうじゃない。もうやろうやろうやろう。今夜は村の祭りの日ね。あんたも少し行ってきたら、きっと同級生にも会えるわよ。あ、もうお祭りの日なの？もう、ね、当日？急に？もう当日？はい。移動の仕方、はい。画面をタップするとカーソルが現れてその場所へ移動します。物を調べるときもタップをすると移動します。行きたいところや調べたいところをどんどんタップしてみましょう。ちょっとやってみっか。あ、そういうことね。了解。あ、これめっちゃ楽。あ、これめっちゃ楽だよ。みんな、みんな、これ。みんな見てこれ。めっちゃ楽だぞ、これ。これいいな。じゃ、一気にここまで押せば出口まで行けんのね。テレビ。お母さん。今年の祭りも屋台がいっぱい出てるわよ。これ本当にお母さんなのかな？なんか若く見えんな。そうだ、久しぶりに天狗バナナでも食べ、あーもう天狗バナナ。あ、もう、お前天狗バナナって完全に鼻の部分がバナナになってる。わかりやすい。絶対それ天狗バナナだろ。そこだろ。なんで天狗バナナって。あんた子供の頃あれ大好きだったのよ。懐かしいわね。そっか、天狗バナナね。こっちはなんだろう。お、これ誰？清志郎。清志郎。あれなんか俺がいるな、俺がいるな、清志郎。おう、慎太郎。東京に行ってる間元気でしたか？お前が一人前の男になれるように父さんはいつでも応援してるぞ。なんだこの、なに、なにこれ高田信彦みたいなやつ、出てこいやっていう感じの、なにこの一人前の、お前が一人前の男になれるように。ごめんなさい、なんでもないです。もう全然、全然高田信彦関係ねえからな、このゲーム。はい、行きますね。これ外に出ていいのかい、もう。お、出れる。ん、なんか始まる。お、祭りの夜には
お面をつけて死者がこの世に戻ってくる。僕の頭の中に村に伝わる不思議な言い伝えが不気味に響き渡っていた。この手紙、これは一体何なんだ。消印がないということは、この手紙は直接うちのポストに入れられたということになる。あ、そっか、そうだよね、そういうことになるよね。誰が何のために死んだナナミの名前まで使って、これいたずらだったらもう許されない。俺もすぐ訴えるわ。もういたずらも度が過ぎてるぞってさすがに怒るわ。今夜は村のお祭りの日ね。お祭りの夜、展望台で待ってます。まさか、いや、そんなはずない。悪趣味な誰かのいたずら。いやいや、もうそれお前、悪趣味ってレベルじゃねえぞこれ。もう悪、まあ、本当に極悪趣味だぞこれ。そう思い込もうとしたけれど、消し印のない死んだナナミからの手紙は僕の心の中に暗い影を落とした。今夜、祭りの夜に何かが起こる、そんな気がしていた。おお、彼女は最後にそう言った。うわー、上がるわー、何これ。うわ、すげー上がる、これ。いいじゃん。あ、何、あ、 BGM 入ってる、いいね。村のお祭りか、久しぶりだな。そうだ、さっきの手紙のこと忘れないように記憶しておこう。慎太郎は決心のない手紙の内容を記憶した。記憶には慎太郎が見たこと聞いたことの情報が、あー、なるほどね、情報のまとめみたいなやつね。あー、了解、これを押していくと情報を得ていくってことね。村人から聞いた、あー、で、なんか謎解きとかもしあったらこの記憶を見て解くって感じなのかな。なんだこれは。慎太郎が出会った人物の情報はここで、あのさ、俺結構ゲームやってて思うんだけど、あのね、リアル、現実では人の顔ちゃんと見たらさ、結構俺忘れない方なんだけど、ゲームだったらなんか人の顔って忘れやすくなっちゃうんだよね。こいつ名前なんだっけってなっちゃうんだよね。セーブした右下のセーブメニューでいつも行います。ゲームやめるときは、あ、いいねー、ちょっと待って、さて行って、とりあえずセーブしたいな。お、これ何個セーブ、もしかしてこれ20個のパターンのやつ。終わった、30個来ました。勝った。もう勝ち負けのゲームじゃないけど、30個ありがとうございます。親切設計ありがとう。30個。よし、まずは1と30だな。1と30にセーブしとこう。もうセーブセレブラスセーベストだからね、俺は。最上級のセーベストの名を持つ俺としては、もうこれ完璧だわ。行くか。お、なんだ。桜庭。慎太郎。なんだよ、お前、久しぶりだな。こっちに帰ってきてたのか。俺だよ。中学の同級生の桜庭だよ。懐かしいな。おい。な、桜庭な、知ってるぞ、桜庭、久しぶり、桜庭。絶対に覚えてないやつのパターンだ。おお、桜庭、突然なんだけど、実は今、同級生みんなで集まろうって言っててさ、ちょうどよかった、お前も来いよ。いや、早い、もう、みんなって4人か、少ないな。おお、みんな遅くなってごめん。それよりみんな、驚くなよ。こいつ、誰だかわかるか、お前、その晒しやめろよ、お前。これで、うん、わかんないっつった時の俺の傷つき半端ないぞ。えぐられるぞ。覚えてるか。覚えてたー。ちなみに僕は君のことわかんないけどね。あれ、慎太郎だ。懐かしい。私のこと覚えてる。覚えてない。花屋の娘の南雲千鶴だよ。ああ、南雲千鶴。あれね。うん、南雲ね。って言っても慎太郎がうちの花屋に花を買いに来ることなかったしね。おいお前、久しぶりに会って皮肉言ってきてんじゃねえよ。花屋の娘なんて言ってもあんまり印象ないかな。あはは、まあいっか。おいお前、印象悪いな。中秋くんかな。中秋くん、あ、中秋くんって俺、中秋慎太郎っていうの。中秋くん久しぶりね。中学の時学級委員だった雪村美也子よ。中秋くんは東京にいるのよね。私も東京の大学に行ってみたかったな。なんかこいつ頭良さそう。行けばよかったのに。みやこなら東京の大学楽勝で入れるよ。ありがとう。でもうち、おじいちゃんとおばあちゃんしかいないから心配だね。あの、久しぶりに俺帰ってきたんだよ。なんか重い話やめね。もうちょっと盛り上がる話題ない？それに勉強ならどこだってできるから。みやこはいつも難しそうな本ばっかり読んでるもんね。私にはちっともわかんないことが書いてあって、ほんとすごいよ。ありがとう。じゃあ最後、九条くん、もう若干俺置いてけぼりじゃねえか。これが九条くん。慎太郎、
久しぶりだな。九条時也だ。かっけえ名前、九条時也だ。貴様、今まで一体どうしていいんだ。お前待てよ、お前まさかお前そういうやつか。なかなか抜け出せてないやつか。貴様っていうやついるのか。ここにいる4人はみんな別の高校に行っても連絡を取ったりたまに会ってたりしたんだ。なのに貴様は電話してもメールを送っても返事の一つもよこさなかった。お前結構優しいな。少し冷たすぎるんじゃないか。めっちゃ気になってんじゃん俺のこと。冷たすぎるんじゃないか。九条の言うことはもっともだ。僕は高校の頃同級生たちを避けていた。なんで。いくら連絡をもらっても誰とも会う気がしない。なんかこいつさ、そういう無視してんのにみんながさ、ここでは優しくしてくれるっていいやつらなのにね。原因はやはり相良のこと。あーそっか、それか。なっ図星か。そういうことなら仕方ない。何も言わなくてもわかるよ。貴様は昔からわかりやすいやつだったからな。相良七海、七海は中学3年の夏、卒業を待たずして命を落とした。死因は溺死。遺体は村の湖から発見された。争った形跡などはなく、事故、殺人、自殺、全ての線で捜査が進められた。え、争った形跡ないんだ。でもそうなったら、え、でも自殺でもないのかなこれ。しかし結局警察はこの事件を事故として処理した。ちょっと待って。でもその七海から手紙が来てるってことなんだもんね。七海の遺体が発見されたのが村祭りの当日だったことから、村人たちは口々に噂した。天狗に連れて行かれたのではないか。そんなことあるわけない。あってたまるか。信じたくなかった。思い出したくもなかった。もう七海がいないなんて考えたくもなかった。だからここから離れてったんだ。考えたくなくて全てを忘れたかったんだね。高校の頃みんなを避けていたのも、高校を出てすぐ東京に行ったのも全部これが原因だ。みんなと会ったり村を歩いたりするだけで僕は嫌でも思い出してしまう。だから僕は辛い記憶に鍵をかけ、心の隅に追いやってきた。もう誰にも変えられない悲しい記憶から自分の身を守るために、僕は逃げている。僕を苦しめる辛い思い出から。あ、そういえば、なになに。ねえねえ、今急に思い出したんだけど、今日慎太郎の誕生日で、急だね、急だね。それはヤブカラ棒に、ヤブカラスティックに、確か8月14日だったよね。おー、そうなんだ。え、そうなんか。おい、どうなんだよ慎太郎。ああそうだよ、今日誕生日だよ。やっぱりめでたい。おめでとう。軽っ。軽っってか、お前よくよく覚えて、中学の同級生かつ高校の頃全く会ってなかったのに思い出して、すげえな。マジかよ、すごいな。しばらく会ってないやつの誕生日なんてよく覚えてたな。もうそのまんまだわ。俺慎太郎のことは小学校に入る前から知ってるけど、誕生日なんて覚えてないよ。記憶力には自信あるんだ。まあ慎太郎の誕生日は村祭りと同じ日だから覚えやすいっていうのもあるけど。あ、そうなの。じゃあ覚えてんな。あ、そっか。俺もそうやって覚えよう。おい慎太郎、来年の誕生日は覚悟しとけよ。いやいや、まず今年でしょ。せっかくみんな集まったんだから、みんなでお祝いしようよ。お、それまずいい、まあ、いいフレンドを持ってんな。いいフレンドをハブだな。ハブハブしてんな。慎太郎一緒に飲もうぜ。あ、もうこいつら結構年なの。高校出て大学も出てんのかなこれ。あ、出てない。これまだ高校出て18、19ぐらいか。ダメです、まだみんな未成年なんだから。なんでよ、酒だなんて一言も言ってないじゃないかよ。明らかにお酒っぽい感じで飲もうぜって言ったじゃない。ダメです。なんだよケチ。ケチってそういう問題じゃないんでしょ。うわうわうわ、出た、優等生と不良みたいなやつの喧嘩。桜庭くん、あ、お寺の息子か。別に不良でもねえな。欲望に忠実すぎるわよ。欲望に忠実すぎるわよ。うわ、これ言ってみて、友達に言ってみて。なんか、あー、なんかいいことねえかな、なんか金欲しいなとか彼女欲しいなみたいなこと言ってると、言ってみようかな。欲望に忠実すぎるわよ。ググー、なんで俺は寺なんかに生まれたんだ。さすが元学級委員、みんな全然変わってないわね。じゃあ慎太郎、みんなで軽くお祝いしよっか、せっかくだし。お祭りの夜、展望台で待ってます。あれ、慎太郎どうかしたの。怖い顔しちゃって。いや、みんながお祝いしてくれるっていう気持ちはすごく嬉しいんだけど、ごめん、
遠慮しておくよ。え、嘘、なんで？慎太郎、貴様この後に及んでまだ我々を避けるのか。お前は黙ってろ。違う、用事があるんだ。用事？ああ、ちょっと待ち合わせをしてるんだ。待ち合わせ？なんだ、そういうことなら仕方ないね。それなら用事が終わったら戻っておいてよ。みんなでお祝いしてあげるから。わかった。あれ、もういい友達、本当に。おい、展望台は確か村の北東だったの。お、もうじゃあそこ、まあとりあえず展望台に行かなきゃストーリー進まさそさまさまさね。もう全然何言ってるか分かんない。あ、そうなんだ。これずいぶんなんか何もねえところだなって思ったら、まだこれ全然外れだったのね。北東って言ってたね。お、まあとりあえずやっぱ金魚すくいだよね。あ、金魚すくいやってみっか。あ、できる。お、なんだ、金魚すくいを提供する側になっちまった。金魚すくいいかがですか。まあ、ここら辺は村人の会話なのかな。お面、うん、キツネにひょっとこ、ハンネにゴリラ。ゴリラ、でもゴリラのお面だけは絶対に嫌だな。なんでこんなもんか。大丈夫だよ、大丈夫だよ、そんな仮面つけなくても。君もともとゴリラみたいな顔だから。人は忘れることによってストレスを解消するらしいぞ。大失敗したこととか悲しいこととか全部忘れちまうことで自分を守るんだってさ。へえ。でもその忘れるっていうことができないから難しいと思うんだけどね。当たればハッピー。お、やっていこう。はい。は？あ、何これ、やっていこう。やるか。は？お、何これ、やっていこう。やるか。は？あ、何これ、やっていこう。やるか。は？はい、ラスト1回。あ、何これ、やっていこう。やるか。はい、詐欺。はい、この店詐欺。おい、みんな聞け。この店詐欺だぞ。当たり1個もねえぞ。じゃあな。あ、待って、とりあえず北東の方に行ってみてえな。ん？展望台に行ってみて。展望台はここから北の方だったら、あ、こっちからじゃないんだ。なんか行くところがあるのかな。こっちか。あ、この、なんだこのびっくりマーク。この村の祭りは歌方祭りと呼ばれているよ。歌方というのは水面に浮かぶ泡のように儚く消えやすいものの。ちょっと待って、これさ、どんどん俺の知識がついてくる。歌方ってそういう意味だったんだ。歌方、一夜だけ戻る死者や一晩だけの祭り、どちらも儚いものだよな。慎太郎ら、あ、これで記憶してくんだね、歌方祭りとかを。あ、びっくりマーク出てるやつがなんか記憶すんのかな。あ、いた。歌方祭りでは死者を迎えるためにお面をつけて村を練り歩くのが伝統なんだよ。死者は恥ずかしがりだからお面をつけてお祭りを楽しみに来るって言われてる。みんながお面をつけていれば誰が、あ、そういう意味なんだ、この村では。だから、あ、もうソスケったらお前もう大丈夫、振られたんだよきっと。じゃあな。この慎太郎は全然知らないやつに対してはすごい失礼なことを言ってくな。歌方祭りの最中には村の広場に櫓が組まれて一晩中踊り続けるんだ。死んだ人をお迎えする儀式みたいなもんだな。へえ。これ上行っていいのか。北東、そろそろこれちょっと右行ってみていい。ここら辺、あ、これ右行けんの。行けないな。僕さ、気が弱いんだよ、人混みとか苦手なんだ。だからわざと怖いお面をつけてお祭りに来てみた。お前喧嘩売られたら負けるぞ。大丈夫か、そういう調子のとことして。何こいつ、お面をつけて踊るのすっごい楽しい。まるで仮面舞踏会みたい。舞踏会みたい。え、君大丈夫。ここ多分場所違うと思うし、踊ってる姿誰も見てないと思うよ。お、なんだこれが櫓か。あ、これどこ行けばいいんだろう。これ北かな、北東。ちょっと待ってね、場所が分かんねえな。あ、これ絶対違う。え、わかんない。北東、北東って言ってたよね。ここ右行ってみっか。ここを右行って、あ、来たー、来ました、勘で来ると来ました。行きます。展望台ん、こっちか、こっちだ。上か、上に行けばいいのか。あ、来た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 。あ、天狗。今の天狗？怪しい。でも今の俺は追っかけないよ。こういうところ細かくチェックしていくよ。なんもねえか。え、ちょっと待って、でも今結構だいぶ天狗と俺目合ってたな。あ、これまだ上行けんじゃん。うん、動かない。お、誰もいない。歌方祭りの最中になる鎮魂の鐘か。鐘が鳴るのは確か0時ちょうどだったな。もうそんな時間か。それから僕は展望台に佇み、手紙の主を待ち続けた。手紙の主かな、主を待ち続けた。
しかし、でもさっき一回来たけどね。展望台には誰一人現れることなく、ただ時間だけが過ぎていった。七海の死についてわからないことがある。七海の遺体はなぜ湖から発見されたのだろうか。湖は村の外れにある。何か用事でもなければわざわざ行かない場所だ。あの日、七海はなぜ湖に行ったんだろう。そもそも七海は自分で湖に行ったんだろうか。考えれば考えるほど新しい疑問が湧いてくる。僕の家に届いたこの手紙もやはりいたずらだったんだろうか。一体誰が何のためにこんなことを。何？そろそろ朝日が昇る。祭りが終わる時間だ。結局展望台には誰も現れず、何一つわからないまま新たな一日が始まろうとしている。僕は展望台から身を乗り出し、改めて景色を眺めてみた。田舎の夜は暗い。近くにあるはずの山々も光がないせいで全然見えない。ああ、そうか。光がないんだ。今の僕には光がない。僕は暗い夜の中にいて、先を照らす光を見つけられないまま、辛い記憶や思い出から手探りで逃げ回っているだけ。このままじゃダメだ。僕は拳を固く握りしめた。知る必要がある。七海の死に囚われた僕がここから前に進むためには、七海の死について知る必要がある。まもなく登り始めるであろう朝日を待ちながら、僕は強く願った。真実を知りたい。たとえそれがどんなに僕を打ちのめしても。これなんか打ちのめしてもっていう言い方がさ、ちょっとなんか悲しい現実を。彼女は最後にそう言った。おーい、これ一旦何なんだろう。ツイートする、 LINE でシェア。俺が急に LINE でシェアしたら、もう LINE の友達みんなびっくりするだろうな。おお、どうした急に。セーブすっか。あ、これ日付と時間出るんだね。これあれだわ、多分この日に俺投稿してるわ。はい、セーブして、あ、プロローグクリアなんだね。じゃあ一旦閉じるか。あ、これも閉じよう。じゃあ一旦タイトルに戻ろっかな。はい。つわけで、まあ、パート1こんぐらいか。なんか結構そんなに長いゲームじゃないから、パート3、4とかで終わっちゃうかもしんないけど、まあ、5とか行くかな。まあ、とりあえず、これかなりちょっとストーリーがいいとのことなんで、まあ、これからって感じだね。まだプロローグだったから。つわけで皆さん、最後までよろしくお願いします。じゃあね、グッバイ。これから本編始まります。どうもどうも。今、みんなの画面には、黒い猫とかがいる、すげえ手抜きの何かが映ってると思うんだけど、説明します。単刀直入に言うと、チャンネル登録を良ければしてほしいんだよね。まずパソコンの人はこの画面上部のチャンネル登録はここをクリックじゃーっていう、あまり面白くない分ここから飛べばね、登録できるかと思います。次、スマホの人は動画説明文のチャンネル登録ヨロップ、もうこれに至ってはつまらない これに至ってもつまらない文なんだけど、そのね、矢印の横にある URL、 そっから飛んでもらえればチャンネル登録ができるかと思います。それではチャンネル登録していただければ、俺の肘とかもな肘が治る気がするんで、別に怪我してないんだけど肘治るんで、よろしくお願いします。